はい、皆さんこんにちは、キョペちゃんです。今日は寒がりを覚醒していきたいと思います。あと今日は2つ画面映してるんですけど、これはあのファイトクラブの皆さんに、次下の画面も映してと、ご要望があったので、参考になるかわかんないんですけど、一応下の画面も映して今日はやっていきます。簡単にパーティーですね、マスクと、花坂、クローニーで、爆発金、これ取り付け役です。と、シワクちゃんは、お依存ですね。で、あと寒がり、杖も出してます。今日はこれで、やっていきます。相手がですね、野づちとかじゃなければ、いいんですけど、どうですかね。結構真横から見て、操作しているんで、ちょっとやりづらいです。間違いしませんね。はい、満点の方ですね。お願いします。はい、スタートは、これでいきます。ラッキー。あー、武士2体ですね。これちょっとクロニーさんきついですね。まあでも寒がりがこれ必殺当てればいけます。ちょっとピンチ。はい、一回隠します。次もう一回花穂が、多分取り付いたら、多分武士出てくると思うんで、いければそのタイミングで、必殺当てていきたいと思います。これ辛抱ですね。まだです。これ取り付かせます。あえてこのまま受けたいと思います。はい、来てくれましたね。これで武士はいけるはず。はい、受けました。相手のアタッカーがいなくなったんで、だいぶ楽です。あとは頃合いを見て、ちょっとずつ倒していきたいと思います。花王陣厄介なんですよね。一撃出ると容器が見つけにくいんですよ。必殺打ちたい。これでほじほじくんに当たってくれればいいんですけど、これはラッキーですね。これ参考になってますかね。なってればいいんですけど。はい、こんな感じでした。まあ、寒がりの、スキルが貫通なんで、まあ大体の妖怪には均等に舐め入るんですけど、やっぱ武士には結構効きますね。まあ
そんな強くはないんですけど、まあ使ってて面白いパーティーです。今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。